持ってかれたぞ俺の体が。ここは何ここ、あ、ちっちゃくなってる。何何違う、どこ、あ、え、ちっちゃくなってる、気のせいかな。みんなは、私はどうして、あ、動ける、なんか入ってるよ、光り輝く石が、あ、お、あ、幼い記憶、 あ、動け、これ俺、お、ママしおりちゃん、でも触れたらちょっと怖、やばそうだね。はいはい、大丈夫かな、しおりちゃんちょっと太ってない。まあこんなもんでしょ。走れない。まあでもあれにし、鏡見るんじゃないかな。ああ、ほんと、ほら、ああ、あ、でも話すのかな、ママらしき人物、お母さんだ、うん、しおりだ、うん、あの男の子、やっぱりあいつじゃね、菅くんじゃね、あ、伊賀くんじゃね、伊賀くん、村井人一番の仲良し。あ、しかもここさ、うん、見覚えない、この配置、あれあった、こうこちらにさ、はい、水のバケツがあって、ここにソファーがあってさ、はい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 、で、ここになんかあって、こっち事務所みたいな、そうかもしれん、ね、確かにそうだ、右行くとお屋敷だよ、だからやっぱね、そうだそうだそうだよ、森には決して行っちゃいけない。うん。なんか来てるよ。来たみたい。これは菅くんが来たってことかな。ってことかな。え、これ？これ菅くん？まるまるくん、今日は何して遊ぶ？戦いごっこ。あ、確実に菅くんだよねこれ。髪型変わってねえもん。お花摘み。戦いごっことすごい差だな。戦いごっこ。うん、しーちゃん、しーちゃん、ちょっと高校の同級生と名前が同じで複雑だな。ああ確かにいたけど。それにあの場所は資料館、そうだね、私そんな覚えないの。あ、どんどん記憶とか、へえ、わあ、ちょっと楽しい、記憶をたどっていくんだ、うん、やっぱこれ資料館だね、確実に。そうだね。ん？ヤムシ行けって言ってるだろ。泣いて泣いて、なんか喋れよ。あ、この時から喋れない。ああ、喋れないんだ本当に、じゃあ。もしかして、あ、森に行くんだ。あ、行くしかないよね。あ、めっちゃいるんじゃん。本当だ。菅くんだけ変わってねえな。菅くんボコられてんじゃん、裏で。母ちゃんは森にいるかもしれない。へえ。ああ、そうなの。いじめの対象ってことだよね、要は。うん。また泣いてる。これはだから菅くんは結構知ってんだよね、だからいろいろ。ああ、そういうこと？記憶はあんの？菅くんは、ね。ある。だからしおりのことも知ってたはず。そうだね。うん。だから守るために帰れって。そういうことか。うん。ぶっきらぼうじゃなくて優しさだったんだ、ね、そう、優しさだったんだ、繋がってきたわ、ちょっと深いねストーリーが、こんな奴ら放っておいて結構強気だねよ。なんで記憶がなくなったんだ、勝手に帰んなよ、邪魔しやがって、名前来たぞ、ちゃんと全部ひらがなのとこはさ、ね、小学生っぽいねこれ、か、か、悲しい語、お母さんいない子ってことだよ、あ、そういうこと、あ、じゃ、菅くんは一人なんだ？お、結構いったぞ、強い。ずっさり入ったぞ。まだ菅くんって言ってないもんね、これ。まるまるくん。そうそうそう。おい。やっぱおてんばだな、女の子。まあ、小学生ぐらいの女の子で強いよね。ああ、男より強いでな。うん。やっつけた。やっつけたよ。1対3で。強えな。強えな、しおりちゃん。菅くんは。まあ、男の子が弱いな。あれ？喋ってんじゃん、普通に。喋れるみたいだね。なんだろう、しーちゃんにだけ？ああ。いやだってまるまるくんだって泣いてる。私が泣かしたって思われる。え、どういうこと？まだ泣いてる。でもね、暗いとか気持ち悪いとかそんなのは全然思わない。優しい子やな。まるまるくんは優しいし、ちょっとくらいへこんでもそこが面白くて私は好き。ちょっと勘違いしちゃうやん。だからさ、もう泣かないで。
いい子だな。優しいな。ね。しーちゃん。可愛いだけじゃなくて。まあ、多分それ、これ惚れてるよな、諏訪くんは。惚れたし、俺も惚れた。こういう経験あった？これいいね、こういう子は。こういう子いいね。いいね。なんか、守ってくれる子いいね。いいね。たまらんね。うちらヘボじゃん。うん、やっぱあそこは、そうだね。私の知らない思い出がまだある。ね、さあ、これはどんどん大人になっていくのかな？そういうこと？うん、多分今のとこまで追いついてくるんじゃね？あ、でも。ああ、まだ。あ、おじいちゃん、あ、おじいちゃんじゃん。あ、ちゃんとまださ、ほら、ちゃんとなってる。あるある、なってるね。うん、確かに。じゃ、これなんかいっぱい出てくるな。それはお前さんが子供だから。あそこは小鳥お化けに通じとる。決して子供が入っちゃならん。ああ、やっぱ小鳥お化けってことは知ってんだな、じいちゃんも。ね。しおり、この家は、おがみさんと、おがみさんの家と呼ばれてる。森から何も入ってこないように、代々見張っておる。はいはいはい。おお、そういうためのとこだったんだね、じゃあ。あ、おじいちゃんとお父さん、おがみ、何代目おがみとかあったじゃん。そうそうそう、あったね。やっぱおじいちゃんとお父さんはそうか。へぇ。おがみ様だったんだ。で、しおりもってこと？しおりはまだなんじゃない？だから。まだだね、確かに。うん。お父さん。これお父ちゃん？お父さんだね。そっくりやん。なんかコナンの黒い人みたいになってた。小鳥お化けよ。奥の部屋に入ってはダメと説明したんだ。奥ってこっちの部屋か。左の。通じてるからね。うん。難しい話。おい、ケンジ。父さん、実際そうじゃないか、うん、しおりに変な安心を捨てるわけにもいかない。それに俺は自分をこの立場を好いてはいない。父さんも知ってる、はいはい、お神様を知ってる。まあそれやだいわな。うん、実際にいる。そうだな、うん、それも事実分かってる。もし小鳥化けになったら約束をしてしまった。あ、はいはい、しちゃったってことじゃ。そういうことか。子供が約束を覚えている限りいつまでもいつまでも追いかけてくる。しちゃったんだよ。だからいつ？それがこれからでしょ、多分。なんか約束せざるを得ないことがあったのかな。優しいから、もしかして。だから、うん、菅くんが多分、うん、ピンチに陥るんだよ。おで、私が代わりにみたいな感じで多分行くんじゃない。そういうことか。菅くんの命の代わりに。そう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 。だから菅くんは全力で止めるんだって。おお、ありえるな。ありえるでしょ、うん、これと。この推理で菅くんと一緒に逃げたってこと？じゃあ一時的には多分そうでしょう。ってことだな。今日もお、ほら、あのこと、おお、一緒に森に入っちゃうんだよ。だからこっからだ。うん、雨の日は良くないって。ああ、今だからさ、出るなって言って、雨外ダメって言ってたね。そうそうそう、言ってた言ってた。おお、全部繋がってきたぞ。おお、雨の日は湧くんだな。じゃあそうか。あ、二人の部屋だこれ。ぬいぐるみばっか。ほら、あったもんね、これ、こういう部屋。あったあったあった。あの、じゃあ、しーちゃんもいつかおがみさんになるの？女の子だから多分ならない。男だけか。ってこと？もっと楽しいお仕事がしたいな、だって。うんうんうん。僕は？ここにある夜光石みたいなものを作れる人になりたい。ほう。ほう。立派な夢がもう。ねえ。守るためってことでしょ？綺麗なのが好き。夜光石はお守りにもなるからきっと素敵。え？誰？誰？お父さん。君の車で送っていってあげるから。え？ちょっと罠臭くない？生贄に捧げる感じしない？お前どういうことだ？しおり、あのね、まるまるくんのお父さんね。うん、土砂崩れになった、はい、え、うんうん、え、今来た人は？お母さん。え、違う、お父さん来たじゃん、さっき。お父さん来て。え、その前に死んでたんじゃないの？ああ、そうだ。あの日のことも、あの男のことも、あの家のことも、私は知っている。私の記憶、あの家は生まれ育った。はいはい、最後の石だ。
そう、どうして忘れていたんだ。そこだよ。そう、大事なことが思い出せない。これが大事なことだ。これが最後の。お、これ現実じゃない。今これ現代ねえ。俺は佐久間を先についていく。このまま森をうろつくわけにはいかない。しばらく探しても見つからなかったら君だけでも必ず帰ってくるように。資料館に行く。はいはいはい。えぐいなこれ。え、あっ、あ、倍が。おお、すごい。なに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 。え、どこ行きゃいいの俺。まあそうなるわな。まあその先だよね多分。あれ、つけらんねえのか。なんかさっきからピッピッってなるね俺。はしごを回収してないね。回収してない。多分持ち主が違うんだよ。あー、ピンも。これゲームの音じゃないんだよね。はいはい、はい、え、なに。来るな。お前は来るな。なんで。約束してないから。なんか部外者は来るな。気持ち悪いって言われてるぞ。おお、やべえ。あ、下にいる。合わせてお母さんに見つけて。ひしめく無数の声の中に飛び込む。その前に君が作った綺麗な光石。きっと大事な人を助けてくれる。そして合わせてお母さん。なんかまだ展開変わってきたよ。ちょっとあんのかな。これじゃない。死後か、やっぱ。え、こっちじゃないよね。はしご取ってっか一応。おう、あ、取っていけない。え、あれ、なんか違うルートがあるのかな。何か石をでも探すんだよね多分。だね。かといっていけるわけでもなく。なくなんだなんだなんだ。どっか光も落ちてたか。はい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 。こっち行ける？行けないよね。行けないよね。あれ、これはしご取ったの積んでんじゃね？そんなことないか。はしご持ってってなかったんじゃないだもんね。あれ持ち出せないんじゃない？持ち出せない。あいつはもともと。え、でもアイテム持ってないよ俺。何も持ってない。だからどっかやっぱ違うとこなんか探すんだよ。ここしか思いつかない。まあ、ちょっと回ってみるか。うん。でもさっきのこう下に行ったんだよな。はいはいはい。あ、いっぱいいる。うろついてんな小玉。やめてやめてやめて、邪魔しないで。あ、でも逃げてくね。これ逃げてく逃げてく。強いなこいつやっぱ。なんだろう。え、すげえビビってんじゃん。え、大丈夫これ。あ、え、すごい強。なになになになんで。無敵じゃん俺。えへ気分いいな。うん、この子を消す。えぇ、ー、何こいつ。ブリーチみたいになってきたね、なんか。え、消していいの。残白刀で消していいの。この子でいいの。あ、そういうこと。多分そういうことじゃない。お前は、あ、でもこの子しか消せないっぽいぞ。じゃ消すしかないな。通さねえって言ってるから消すしかねえ。まさか嘘でしょ。なになになに、切り裂くの。え、残酷な天使のデース。言わせた感が半端ねえ。うわっ、おぉ、うえ、血出んの。おぉ、あ、でも菅の表情が今変わったね、一瞬、嫌そうな感じ。ひどい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 。約束、お前はいらない。母さんはもうお前を忘れてる。欲しいのはあの子だけ。汚れたお前はいらない。汚れた？どういうこと？やべえ、また謎が深まってきたぞ。でもルートは改築されてんな、ちゃんと。同じことの繰り返し。君は何人犠牲にするの？え、どういうことどういうこと？え、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 大丈夫これ？今度は大丈夫？どけよ。こいつついてくるくせに勝てないんだね。うおー、なんだこれ。気違いじゃん。怖すぎる。いったった。消した。でもこれさ、子供を殺してるってことになるんだよね。
なんか違う。うわあ、飛び込む前に何かをって言ってたね。嘘。だからまだダメなんだよ、なんか見つけないと。マジで、うん、そうじゃん。これはまだ行かない方がいい。ナイス。飛び込む前に石をって言ってたから、うん、なんかあるはずだよ、どっかに。そうだね、間違いないわ。そしたら合わせてくれるって言ったもんね、なんか。え、まあ、最悪一回飛び込んでみるのもある。そうだね、うん、そのこの上はなんかここだけツタが怪しいけど、そんなことないか。ぬぬぬ、この辺は怪しくない。なんかでもね、だいたい光輝いてんだよな。そうだね、うん、別にないんだよな。その石っつうのはさ、ないもんな。そのありかを知ってるって言ってたな、そりゃ。これなんとかね、これ怪しいよな。ここしかわかんねえけど、ランパクトでね、切ってほしいよね。ね、攻撃とかないからな。とりあえずセーブしとこう。そうだね、一回飛び込んでみるか。セーブして飛び込むかね。改築もされてない。あれ、こっち行けた。うん、あ、行けないか、これ。そう、これね、行けないんだ。あ、左に行けたらなんかある、ね、ありそうだけどね。そうだね、間違いない。まあ行ってみるか。これはすごい奥が深かったな。意外とね、言葉、セリフ一つ一つ、ね、大事なんだな。ちょっとこだわってるね。ね、さあどうなる。こっか。いた、今。おっ、ねえ、君はどうしてたの。そう、どうせ守れやしないの。全部全部君のせいな。自分勝手、残酷、ひどいやつ。悲しいくせに悲しくして、悲しくして、悲しくてだと。なのに迷わない。怖い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 。何何何何何何これ。え、本気じゃん。あ、え、あ、無双してる。空域の大暴走。やっちゃえ、やっちゃえ、もう。全員やっちゃえ。おれ。すが大暴走。待って待って待って。本当に殺しちゃいけないんじゃない。もう殺すしかねえだろ。おれ。まあ、お化けだからな。やっちまえ、もう。ひどいよ。殺すぜ。俺に刺すんじゃねえよ。やっちゃえ、もうやっちゃえ。おら、こいつか、大ボスは。よし、やっちゃえ、やっちゃえ。バイバイ、お母さん。いい。なんか、ダメダメって言ってる。うん、やっちゃえ、やっちゃえ。うい。お前、いつにもなんか、やばい、呪われそうで怖いな。生き生きしてんな、お前。やめて。怖くなってきた。仕事の鬱憤晴らしてるだろ。ストレス発散。お、なんか怖い怖いって。お前、あっ、しおりちゃん、しおり、あれしおりちゃんだよ、あれ。おお、さすが強い。おお、マジだ。本当に悪いのは誰なのね。何がどうなってるのね、君はそうやって僕たちを、な、あいつみたいに殺すの。あいつ、あいつ、いつまで意味のない約束を守り続ける。意味のない約束。苦しい苦しい。ん、え、でも、お、お、回想か。おい、聞いたか。今朝から〇〇の家の息子いなくなったらしい。ほうほうほう。あ、そうか、一番大事なところの曲だね。これは多分菅くんだよね。だね。確か母親も前だけど、息子までいなくなるなんて。全員いなくなったってこと。全員いなくなったってこと。まあ両親が死んで菅くんが行方不明になったってこと。おう、この雨だ。菅くんってさ、自殺しようとしたんじゃない。ああ、そういうこと。じゃあだからお母さんを、うん、だから森の中に探し行ったんだよ。だからお母さんを、うん、かか、お前の子供に言われてたじゃん。言われてた、ね、森にいるかもしれないって言っていじめられてたじゃん。おう、あれを本気に受け取ってってこと。そう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 、そういうことありえるな。そういうことだよ。
森に探しに行ったんだよ。だからそっか、自殺じゃなくてか。ああ丸丸くん、きっと丸丸くんお母さん、お、ほんとだ。ああ、それでね、でも行くしかないと。さあ来たよ。じゃあこっからだな、楽しみだなこれ。ね、お、この石ちゃんとなってる。なんかおちゃらけたやつがいるな。こいつ舐めてんのか。探し物？うん、男の子を探してるの。あれ、この時はまだ優しいのか。ね。うん。そうか、約束してないからか。はいはいはい。じゃあ大丈夫って。勇気を持って。大好きなの、大好きなの。こいつさっきもヒントくれたやつだよ。あ、マジで？そうそうそう、菅くんに。あ、じゃあこいつだけ味方だ。こいつは味方だよ、だから。あ、ほんとだ、ちょっとエフェクトも似てた。いい優しい感じだ。うん、ハテナって言ってる。で、同じとこに行くのかな。え、やばい、悪いやつだ。何今の声。明らかに魔女みたいな。おう、やべえ。ねえ、お願い返事してよ。帰ってから怒られても私が一緒に謝ってあげるから。菅くんっていうのは一切言わねえんだな。ね。うん。あくまでまだ秘密。もうこれで違ったらあれだけどね。衝撃だね。どこ？これさっきと同じとこだ、完全に。ね。助けに来たよ。一緒に帰ろうよ。来た。お。あ、いるいるいる。おお母さん。ああ、やっぱお母さんを探しに。そうだよな、だって父ちゃんいなくなってな、もう混乱してるだろうね。だから、いない。そうだよ、帰ろう。あ、ここからだぞ。ほら、やばい、お母さん。うわ、これよ、さっきのやつだ。ボルト。で、ボルトってウサインボルトのこと？そっち。わかる人いるの？まあわかるか。早いやつ。早い。めっちゃ早いね。こいつがボスだね。ボスだねこれ。嫌な匂いがするって。宝石の匂い。あ、そっかそっかそっか。お父さんだね多分。作るって言ったもん。愛してあげるかもしれない。噛んで砕いてっちゃって殺すってことやん。そうじゃん、お腹の中に戻して。誰がこの声やってんの、お前？違う。ほんとまずい、行っちゃうぞ。ほんとに助けなきゃ。あ、しーちゃん、これ早く逃げよう。約束からは逃がさない。約束？うん、え？約束なんていつした？私が約束するって言うんだよここで。しーちゃん、助けて。うん、約束から逃げることはできない。お、はい、逃がさない。じゃあ私が、あ、おお、だよね、こういうことだったんだよ。だからお前の推理当たってんじゃん。そう、純也の推理当たった。身代わりになったんだよ。だから、おう、菅君は覚えてたんだよ。だからマジか。え、で今度は逆になんじゃない、違う？だから今度は助ける番だってことだよね。そうだね、なってんだ。え、今なってんのか。今なって、スワ君を守るって約束した。うん、で、ここでもうスワ君出たね、これ。うん、スワ君といることで、あなたと約束ね。そうだね、これだよね。
ここで結んじゃったんだ。でもここでやられないのは、うん、お守りがあるからね。なんでやられなかったんだろうね。ここで僕が約束するから、しーちゃんと約束しないで。菅くん、そんなのダメ。そう、ここなんだよな。しかしこいつも結構悠長に待ってくれるんだね。もう変えられない。あら、お前よりその子が欲しい。なんか何でもする、何でもするって言ったね。今すぐ連れていかないで。あ、声を失ったのはそういうことか。マジで、ちょっと待って、ちゃう、これ本当にホラーゲームなの？全然違うじゃん。めっちゃいいストーリーじゃん。ちょっと待って、でも本当にそうかどうか分かんない。そうだ、今憶測だもんな、うん、うわ約束してあげる。お、代償、代償を、その体から代償を。お前の腕は、足は、頭は、体は、私の黄色いの似合いに似てる。ってことは？それ以外？え？唇から漏れる。漏れる、ささやき響きのすべて。おぉー！そういうこと。え？すごい、予想以上にいいゲームだった。ね。ね衝撃の展開だね。そんな理由があったんだ。こういうことね。で、一時的に助かったんだ、これで、うん、で、森に入らないければなんてことだね。あ、ただよかった、あの子のおかげでお前は生きて帰ってきた。予想外なんだけど。さあ、この石を見て、じっと見て、あなたは忘れないといけない、あの約束。これで忘れさせたんだ。そういうことか。記憶からお父さんが。へえ。そうか、忘れてれば近づかないから、うん、森に。そう、全部忘れなさい。いや、あらー、いい話。大丈夫、しーちゃん約束。しーちゃん、僕が守るよ。衝撃展開、菅君。え、菅のこと、うちら最初さね、クソバカにしてたじゃん。何こいつみたいな。ボロカス言ってたのがマジで今逆だね。すごい展開だね。ああ、あの霧さんの森の中で約束が遠ざけるために引っ越しをすることだった。ああ、だ、そうだよね。夜光石で記憶を消して。でも今思い出しちゃったんだよね。ね、菅くんのことも忘れてたんだ。思い出しちゃったよ。私、守られてた。そういうことだよね。おじいちゃん、お父さん、お母さん、ありがとう、ごめんなさい。菅くん、うん、しーちゃんまだ生きてるよね、現実世界で。どうなるか、こっから。そうそうそう。あ、よかったよかった。でももう声は戻ってこないのかな。いやー、どうだろうね。まあ、なんか知ってたんだ、だからやっぱ。え？あららら、これ普通に感動な物語になるんじゃないの？すごく泣いてんじゃん。今泣いてたね。うん、変わってねえんだ。変わってない。約束を思い出したの。早く森を出よう。大丈夫、帰れる。何事もなく帰りてえよ俺。と思ったけど、もう俺ネタねえよ。もう俺ネタないよ。まあ、12時間ぐらいですね、編集今ぶっ続けでやってます。もうネタもないわ、そりゃな。はい、で、次回なんと最終回ということで、次回もよろしく。